Berry everyone、have the、fun with the radio。チャップアッププレゼンツ鍋のくせに」さあ始まりました「チャップアッププレゼンツ鍋のくせに、えー」4月18日木曜日事故駆除もありました私が渡辺宏則でございますそして今日も小野さん来ていただいてるというはい皆さんこんばんはもう4月18日ですって もう1年が終わろうとしますでますだ終わってないんだけど、うん、でももうこれほぼ終わりじゃないあ折り返しましたねもうね<や>早くも。だってさなんか宇都宮ベース、ね、ごめんね自分の話あれ宇都宮ベースとかでさ毎週ミーティングとかあってさ1か月2か月先とかのイベントとかさ先のことをさ、はい、スケジュリングしていくじゃないですかチームでもそうじゃないですか、うん、きっとねあここではこれがあるねとか、はい、じゃあこの季節だからこれやろうかとかさやっぱあるじゃないですか食の関連もしっかり。 しさなんか10月11月のスケジュールとか考えらしたらさもう終わるねって話になってまあまあ、まあ、11月っつったらもう終わりですからね <laughs> でももう7月だからね、うん、って考えたら早いですね早いよもう夏なんて終わっちゃうし梅雨も終わってるんですかちょうど終わってはいないんじゃないいやこの18日はあいやどうだろうねまあ際どいとこっすかね 7月半ばいっぱいぐらいなんじゃないかな、うん、まあとにかく暑さがすごいですねでもこれが終わったらもうピカーンだからね、うんまあ、マジでうでも湿度はなくなるのかなちょっとどっちがいいですかまあ外に出ない仕事だから別に、うん、いやもうね外に出ないからクーラーがないとダメですねいももちろんそれ当たり前ですけど、うん、それはね室内にいてクーラーつけないと今死んじゃうから、うんうん、けどこれね外に今やってるでしょ <laughs> 僕はいもうねこれまで 六度,度とか6度とかになった時、うんうん、もなんか俺の地元の、まあ、家族お兄ちゃんとかが言ってたんだけどもう川崎のバンバン倒れちゃったって人、うん、でも昼間は作業しないわけでしょ外ではいやしますよ危いあんなかんないって危ないでしょもうただ危なくなったらしないかもしれないですた、うん、だまだそこまで行ってないんであれですけど、うん、宇都宮はね、はい、でもさうちのメンバーは別にそんなのあ温度上がったからじゃあ一回、えー、屋内に行きましょうなんて言うインテリーいないです 多分森脇なんてそれでもやるっていう美学があるからわかるもうアスリートだからあの吉沢さんはもう意思がすごすぎですもんね西沢ね一応吉沢もいるんだけどうちのメンバー安くん吉沢はい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 はこはらはい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 はてはい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 いはいはいはいでいはいはいはいでるはいはいでいはいい 雨が降ったら刀研いですか雨降ったら刀てるしいざ刀抜いたら刀ない時ある忘れてる時あるあれって目だけギラギラさせてて抜く時に刀持ってないででももうね晴れてたらもう当たり構わずだって会わない会ったことないでしょ畑で義兄に畑で会ったことないけど会ったことないけど畑じゃないとこで会った時はそういう眼光が鋭くなってるこれラジオとかね現役時代より鋭くなってる やっぱり農業はそうさせるのかな。うん、ちょっとちょっといいですか。すかあの渡辺選手の今つけてるヘッドホン、いつ,いつ切れてもいつ切れてもだって全然落としてないですよいつ切れてもおかしくないぐらい細いんですよ。どうしたんだよレディオベリイお <laughs> レディオベリイお前, <laughs> ーお前これちょっとどうしたちょっと笑っちゃうぐらい。 つけてる意味ないなこれ <laughs> まあねそんなこんなでねまあそういう畑のあれはいいんだけども、はい、この福井に行ってきたんですよああ<ー>久しぶりにあのでもなんかその前の週に福井に行く前日かなまだ青山ですね青山ファーマーズマーケットっていうまあ青山でまあそういうマルシェに出させてもらって久しぶりに1年ぶりぐらいで野菜やったりなんかしてたらまあもちろんその有明でね日本代表の試合が日韓戦があったから 結構それ行く前に来てくださったりとか今から有明行くんですみたいな人はあったから、うん、なんかすんげえそういう、まあ、バスケットを苦手ら寄ろうっていう人が多くて、えー、んキャリーバッグでゴロゴロ来たりとかはい、はい、福岡から来ましたとか、うん、言ってくれる方たくさんいたんですよ。はい、でもその人たちもれなく多分ラジオ聞いてるんでしょうねあのゴーゴーブレックスとか。よかったですね宇都宮出れてって言ってくるんですよ。 要はその県外に出れてはい、はい、でも青山はもちろんさ楽しい雰囲気でなんですよ <あの S 1> 外であのキッチンカーも出てるし来る人はいいんですけどあれ売ってる方ってまあ暑いんですよ。うん 台みたいなこのテーブルみたいのも自分たちで設営しなきゃいけないんですよ。はい、あのそれは貸していただけるんですけどうん、うん、組み立てて何やかやしてとか備品を、ね、結構その用意されて、はい、ただ野菜を出せばいいっていわけではないんですよね。あれはい、で俺ら結局朝4時に起きてトウモロコシ取って何200本ぐらい持って、うん、でレオの車にバーって積んで、うん、でレオ君パソコンで作業があるから、うん、EC サイトとかいろんなお客さんの対応とかしなきゃいけないだからじゃあ俺運転するやつは結構大変なんですよ実際。EC サイ うん、だから宇都宮デトックスという意味で宇都宮は出たは出たけど実際めっちゃ大変だったっていう、うん、<laughs> そのマルシー自体もねでその次の日福井行かしてもらったんですでターケラバーベキュープライベートでねはいで、はい、あと元サントリーサンバースっていうバレーボールチーム V リーグで今高橋ン君とかが所属してんのかなそこ元そこの選手だった芝小屋さんっていうのと橋本っていうの2人でだから全部で4人で。はい 福井旅行,行かしでそれもまた、あのー、福井の海岸線沿いにありますお食事所マッタっていうでそこのマッタさんって人がもともとパナソニックパンサーズのバレーのチームですね今もありますけど、まあ、名前変わったのかな確かに今の選手だったんですよ僕がパナソニックトレーニンズバスケのチームにいた時にバレーボールも一緒にチームあったので,、はい、でロッカールームとか隣だったりとか結構普段の生活バレーの選手たちと共にしてて。 でもう2メートルある <laughs> バレー選手ねでその人が今漁師やってて<ー>それこそイカっつったらいろんなねしてんだけど、まあ、福井駅着いたらまずさその恐竜の町なんですって、はい、福井ってだからすごいのよ今そうです、ね、もうすんげえの恐竜のオブジェがオブジェでしかも動くんだよ、うん、はいはいはいすんごいのまずでまあそれで恐竜博物館とかあるよみたいないろんなマップ見ながらもう本当に俺らは何のプランも立てずに行くんで。うん でもその恐竜博物館ってところちょっと遠かったんであの俺らが行く海外戦線と逆だったからうん、うん、そこ行かなかったんだけどまあそのお食事どころまったってところに着いて、まあ、釣りをしたりとかして、まあ、あと古民家みたいな民泊みたいなすんげえいい雰囲気の、うん、もう男4人だったらここでいいじゃんっていう、うん、まさにここでいいじゃんの100点の。うんうん 台所あって風呂,が風呂はまあ温泉が近くにあったらそこ入ってでちょっとバーって4人ぐらいで布団並んで寝るみたいなで部屋で飲んでみたいな超いい旅だったんですけど福井って思ってた倍非日常だなって思ったことが一個だけありまして、はい、そう海に着いたわけですよ。そしたら漁師飯を食べるわけ「まあ、美味しいわ」って言って食べててで着いてすぐまあ目の前海なんですね。パッと看板が目に入って何やろうと思ってこうパッて見たんですよ。 したらイルカに触らないでくださいって書いてあったんですよ。カバに？イルカ。はいはい。わからん。もうその沖縄とかだったらこう海蛇注意にしてくださいとかさハブとかさあるじゃないですか。ヤシガニとか。そう。うん、イルカに触らないでくださいって書いてあっ,たって、うん、これどういうことですかつっ,ったらイルカが来るんです最近っつって、ま何年か前にからイルカが来るんだっつって。海にその海岸。でしかもなんか動画見してもらったんですよ。うん、したら本当に浅瀬。うん。 子供でもちょっと立てるぐらいのところにイルカ本当に来てて<ー>でよく見るじゃないですかあのこう船がいるとイルカが追いかけてきたりするでしょ。あれって本んにかイルカってどうやらなんかその人いわくですよ群れなんですって群れなんだけど繁殖する時にこうメスを奪い合ったりするでしょそれに破れたやつはその群れからはぶられるらしいんですよそうするとちょっとこう孤独なイルカちゃんたちがこう仲間を求めてみたいな感じで来るんだって。 だからそれで来てるっていう話でその何匹も来てないんですよだから非 <laughs> 日,日常すぎないと思って俺これど、まあ、俺はそのイルカに触ったあれとかないけどそこ体験しなかった体験とかいなかったけどそんなことありますなんかでも、ね、今調べたらやっぱ福井のニュースでイルカ被害続出っていうでなんかねやっぱ触っちゃダメなんだってイルカも噛むようになったんだって噛まれて怪我してるって甘がみでこういうのは別にそんなに痛くはないらしいんだけどびっくりしてこうバーって引くと っって切れちゃう,んだうで歯がいっぱいぱあるかイルカはそんなつもりないんだけど、うん、だからなんかすごい切ないイルカが迷い込んでるんだなと思ってでもすごくねやっぱ人懐っこいんだって別にその人を襲うとかじゃないね多分仲間を探してるというかだからすごい俺非日常な話だなと思ってでそこの息子さんがね <laughs> 中3ぐらい中2か中3なんですけどもう1 0じゃんすよでかいですね 本当みたいな、うん、<laughs> でも長くて <laughs> はい、はい、だからその子とかもさ今なんかバレーボール頑張ってるって言っててね<ー>で俺は釣りとかみんなでやってる時とか釣りなんて素人じゃん全部針とかやってくれてさ、うん、こうやってやってこうやってサバが釣れますってさアジが釣れますとかってさ無限に釣れるのアジが本当に無限に釣れたわけ <laughs> 大量のなんて豆アジってこんなフライにしたら美味しいぐらいのアジを無限に釣れるんですよ <laughs> こんなことあると思ってなんかすごいだから非日常でした ででもあの子たちはでああの子は中中いう生活をしてるわけじゃない本当に世界の中心で愛を叫ぶみたいなさの舞台みたいなところなわけよテトラポッターってさあってさもう夜は全くしてないけど昼間はもうすんごい夕焼けが綺麗でんあんなところで育つんだと思ってさ。 大体小野さんの地元とかもまさに海はどうか分かんないけどそういうのはあるでしょ自然は。海ももも山川でしょで本当に俺が泊まった福井のところとかも海こっちパッて裏見るともう山な。ねうですよちょっと入りに行った温泉も本当に露天風呂あるんだけど目の前海だしこんなとこで育ったらあんなんて言うんだろう僕は宮崎でしたから東京に来てね 山手線とかを小学生がランドセルとか乗ってるとすごいショックだったわうけあ、考えられないなと思って、うん、どんぐらいだったんですかあチャリ小学生の時はもう30分歩いて、うん、歩いてんだいやなんかだから俺はその宇都宮でドックスなんとかかんとか言いましたけど、うん、福井県にしかもねその前にその待ったお食事所かまったへ行ったのはさ12年前ぐらいなんですよ。あずいぶん前多分栃木に来てすぐぐらいの時に行かしてもらったんですね。 懐かしいなと思いながら12年前ここで釣りしたなみたいなさ、うん、あ温泉入ったなみたいなの全く同じことやったわけ結局ただ変わってたのはイルカが <laughs> イルカが来るようになったっていうさらにあの時ですらすごい非日常だなと思ったけどさらに非日常が <laughs> 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 進化してるんだと思ってね、うん、でも本当に福井のねなんか赤木っていうね、はい、海藻があるんです海藻みたいなねめかぶみたいな、うん、それだけあのちゃんと。

そんなですね、本当にオープニング長くなりましたけども、リフレッシュはしたという辺でございますけども、本当にもうそろそろね、話変わりますけど、パリゴリーも始まりますしね、ぜひですね、ベスト8ぐらい、決勝トーナメントぐらいまで行ってもらって、アメリカ代表でやってほしいです。決勝トーナメントぐらいっていうか、行けたらすご相当すごいです、ね、いやでも今日はですね、実はちょっと YouTube の撮影ありましてはい、はい、コースケさんそういう話してたんですけど、あるんじゃないかって話で、グループ C がですね、はい、 アメリカ代表いるんですけどそんなにセルビアとかいるとそんな熾烈じゃない正直言うとだからそこで大得失点差をつけていただけるとアメリカとサイン通がまあブラジルかなんかに勝つっていうのはもちろん優先かなんですけどゴあればオンチャン・ C グループ1 B グループ3位日本ってなったら全然あるんですアメリカと当たそこまでちょっと見たいんでねぜひ頑張ってくださいということでございますけどまあこれもねわあ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 いろんな話ありましたけども。 この後小野さんと9時半までお付き合いの方よろしくお願いします「チャップアップ,プレゼンツ」鍋のくせに諦めない男宇都宮ブレックス比江島誠国際大会で負け続けた数10僕は諦めない勝ち続けたいから努力をする諦めない男はカッコイイ「チャップアップシャンプー」 さてこの時間はですね皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。今週のテーマはでうらやましいということで、えー、紹介していきたいと思います。ラジオネーム夏ココナッツささん小野さんんんこばは7月になり、外は暑く私の会社はエアコンがほぼないところなので毎日暑い中、仕事しております。仕事を終,終えて帰ると猫たちが家の中で伸びながら出まく 出迎えてくれています。昼間は冷たい床を求めては伸びて寝て伸びて寝ての繰り返しで暑い中で仕事をすることがなく、猫が羨ましいと思います。なべさんは何の動物に羨ましさを感じますか？暑い日が続きますが、体調はくれぐれも気をつけて、バスケも農業も頑張ってください。ということでございます。どうですか？小野さん羨ましい。動物、えー、この方はあれですね。3匹の猫を飼ってますと。 その猫いっぱい飼ってる人って俺はさ、あのー、全然猫派じゃないだ嫌いじゃないんだよ、はい、嫌いじゃないんだけど猫派じゃないからはいあのまあ、ね、猫でも犬でもいいんですけど、うん、たまにニュース出ますよね多頭飼いの人があ,あれは怖いねあの近隣の人がもう怖がっちゃってるっていういやあれはなんか結構笑えないニュースだもんねあれはちょっと怖いマジで怖いでもどうですか羨ましい あなたすぐ飛びたいっていうから俺も小もすぐ飛びたいっていうからのカとかなしの猫とか飼われてる猫とか犬とかの人生はどういう人生かなと思うのも人生ではないんですけどね人じゃないからまあ人としてね見た時にいやどうですかねまあだからこういう自分が忙しい時に寝てるのを見ると羨ましいっていう話ですももででかちろんそうしょ あの忙しい暇すぎるとさ、うん、ちょっと忙しくした,るしたくなるじゃないまあ人はね、うん、人はでも猫は犬より猫の方がいいかもね犬か猫かって言われたら自分がなるんだって <laughs> ど,ど,ど,どういうこといや運動神経的に高く飛べる柔軟性がある柔軟でしょうだって、うん、だって虎ってやっぱりあれらしいよ最強らしいよ一応その 食物連鎖的に行くとだって虎が他の動物に殺されるってことないから、うん、やっぱ猫飼ってすごいみたい。うん、っていうのも熊、うんまあ、とかもやっぱすごいんだよ木登れるし熊すごいねだけどあいつは冬眠とかやっぱするでしょ <laughs> ガリガリになって出てくるから虎 <laughs> はやっぱり人が殺さないと殺せないっぽいね熊、まあ、もそうなんだけど人がやっぱりこう 敵がいないいなっぽいジャングルに、うん、だからやっぱりその狩猟とかでやっぱりこう減ってっちゃってるけど、うん、まあ,どあの生態系の中では頂点にいるっていう頂点にいるらしい、うん、で群れないじゃん一応ライオンとかって群れるじゃん、うん、でメスとかが狩りに行ったりとかで決まりあるじゃんあれ虎ってそう考えたら本当にすごいらしいめっちゃ飛ぶらしい <laughs>、えー、だしほら一回宇都宮動物園ホワイトタイガー見たでしょ、はい、でっけえだろ慣れはす マジでで生身だから猫だってさすごいじゃん実際、うん、まあちょっともうあの街とかでちょっとバーンって車ひかれちゃったりとかしちゃってるけど、うん、ちっちゃいがゆえにね、うん、あれトラ出てきてき <laughs> <れ>いやあれビビるよねあれの虎は,トラはいや思ってる以上にめちゃくちゃでかいから虎、うん、ってだからね俺猫かだねやっぱ飛ぶあれねその飛ぶっていう夢も叶う<ー>高く、まあ、すっごいから。 ジャンプね、猫であんた飛ぶんだぞ、うん、猫で虎なんてもっと飛ぶぞ虎はめちゃめちゃでかいからねいやあれねなめちゃいけないと思うよ、うん、だから犬か猫だったら飼うんだったらもちろん僕は犬なんですけど、はい、なるんだったら俺猫かな結構やっぱ獣気ままなのよ虎もたまにあの中東の金持ちが飼ってるったりするでしょあんなのはでもちょっとあれでしょう 野生じゃないじゃんすっごいけどねもうリビングでかるかるソファーとかで<ー>すっすごいよねよく見るけどあれあででインスタとか出てきますよね、うん、いやだからなんかどうだろうな、うん、猫だな猫になるから生まれからなら、うん、まあ猫はなんかちょっと気まぐれって言われ,言われるけど、ね、外にこうほっといて出てくるじゃんあ,あそう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 そ 今でも俺猫みたいな生活したいよ実際いや腹減ったら入ってくる腹減ったら入ってくるだからうちの農業のメンバーのやつ猫飼ってて俺らが作業してるとこも猫が来んだよあっそう飼ってる猫がすげえニャ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 言ってるのよでも一応なんかね開けろって言ってるらしいんだあれ家の中に入りたいでも家の人がいないとさ開けれないからそうそうそう猫は確かに猫がいいかも ベースの猫は言うこと聞くんですか言うこっつっても多分広い猫だと思うあれはだからなんか、うん、そもそもだから野生みがあるよ <laughs> あのね狩猟するんだよやっぱりととっスズメとか,かかってくる、えー、マジで結構何回も見たことあるスズメをでそれを見せに来るの取ったものをあ成果は自分の成果を、ね、う。だから見えるところに置くのボンってじゃあやっぱ狩猟なんいや全然あるよ猫って。 だから猫じじゃゃららしからーとかやるじゃん、うん、あいつら、まあ、犬とかもわあとかやるけど、うん、ちょっと違うじゃん猫って。マジなやつじゃん怖いじゃんなんか猫ってこれが猫じゃらしだけどこれ虎だと思ったら怖いでしょ。の本当にあのいいとものあの人が持ってる筆ぐらいの,あのいいともでなんかよく朝出てたでしょなんかすごい有名な「武田なんとか」みたいなこんなでかい筆でジャーンって書くだろ。<laughs> 長部千寿子かも覚えたのたまに、うん、あの気合い入れたやつ <laughs> あれぐらいの風でこうねこじゃなししないと虎なんて、うん、立ち打ちできないよねそうだよ俺だから俺は虎だね、うん、猫って言ってたでしょえだから猫 <laughs> 猫だけど虎、うん、まあまあ羨ましいの猫かで言うと虎って格好いいしト、うん、はマジかっこいい顔がでもライオンだったらどっちライオンと虎だったらどっちなりたいでもライオンのオスってめっちゃ楽だよちなみに りしないからあの持ってきてるらあはサワリパックとか見てるとお前寝てるだろタテガつけてマジで動いてないからねライオンはまあトラも動かないけどトラって綺麗好きなんだよなうちの名動物園に行ってたけど絶対に汚い状況で交尾とかしないらしいよえちゃんとシャワー浴びるらしいこれマジマジシャワーではないけど水を浴びてだって見ただろあれマジで綺麗好きらしいあのジェントルマンだね また見直してほしいんですけど、うん、YouTube はい,はい、はい、その言うてるシーンはないですけど飼育員の方が、うん、トラの専門の方、はい、今もうトラやってるか分かりませんけど、はい、その方が言ってました一瞬そういうシーンがあったんですよ放送されてないですけどオスとメスがいてそういうふうになりそうなシーンがあって、うん、すっごい豪快なうわっと思ってーンがあって メスにこう追いれたんですよわみたいなあちょっとだからメスの方が受け入れなかった、ね、そうわなった後そのままスーンってこう向いてそっぽを向いてそのまま水浴びしてたんですよ。<laughs> <laughs> あなるほどと。で俺がそういうこと言ったんですよ水浴びてるっつったらそしたら飼育員さんが「いや虎って綺麗好きなんであの汚い部屋が汚いのもダメだ」だから掃除してたでしょ、うんはい、俺らが。はい、って言ってた。部屋の 床のコンクリートがね虎の肉球の油がつくついてねついてすごかったでもんかそういうのもこまめに掃除しないとダメなんだ虎はでも確かに猫ちゃんとかも結構綺麗好きかもね毛づくろいとかしょっちゅうしてるし犬たましないでしょでもなんか猫ちゃんやってるじゃん結構ペロ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 だから虎ですじゃあおのも虎でいい虎がいいの虎好き虎好き結構虎好き 俺のお父さんは阪神タイガースファンだから。で見ると黄色いじゃんトラって。あのうん。はい。ね。で俺はオレンジのトラが好き。オコーンフロスティ。コーンフロスティでしたっけ。懐かしいっす。コーンフレークの。はいはいはい。こういうケロッグね。ケロッグのあのトラ。はいはいはい。なんとかタイガーって言うんですけど。 あのトラが一番俺はかっこいいと思ってんす。<laughs> あのー、プーさんに出てくるティガ、もうオレンジじゃないです、うん。はいはいはい。でもちょっと迫力ないでしょ。うん、まあちょっと可愛らしい。トラ感ないでしょ。はいうん、あのコウルスティのトラはコウルスティだから怖くないですけど、あれもう目の前出てきたらもう大トラよ。<laughs> 大トラ。ガオをです。あれは。だから半身タイヤスのトラはちょっとリアリティあるけど、はいはい、やっぱね。 見たことないけどオレンジの虎ね <laughs> なりたいのは俺がなりたいのはオレンジの虎 <laughs> なるほど、うんまあ、ということでございますけどもね「夏夏ココナッツさんにはですね番組オリジナル、えー、グッズ差し上げたいと思います、えー、今月もですねああましい」というテーマでメッセージ募集しておりますのでじゃんじゃんメッセージを送ってきてください「キャップアッププレゼンツ鍋のくせに」諦めない男 宇都宮ブレックス比江島真琴早口言葉チャレンジチャップアップレベルアップチャップアップパワーアップチャップアップランクアップチャップアップイメージアップ諦めない男はかっこいいチャップアップシャンプーチャップアップレベルアップチャップアップパワーアップチャップアップラン宇都宮ブレックス渡辺タイガーが実にやるしてきました鍋のくせにそろそろエンディングの時間ということになってまいりましたけれども ええ何かこうあのさんブレックスインフォメーションもうすっとありますか。まあパリオリンピック楽しみですね。パリオリンピックって言いましたけどね。はい。大丈夫ですか。パリオリンピックですね一応。パリゴリどっちかにしてください。ゴリンというかオリンピックというかと。いやまあパリゴリンまで言うとやっぱピック言いたくなりますよね。まあね。じゃあパリオリンピック。パリオリンピックね。はい。月末始まるということで。はい。まああの冒頭でも言いましたけど冷嶺山選手。まあバスケットだけじゃないですけどね。もちろん男性が。まあでもバスケット。 ぜひアメリカと対戦していただけるとありがたい、はい、4年に一度の祭典ですからはい、はい、比江島選手頑張ってくださいと、はい、いうことでございます番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメッセージテーマは各コーナー宛に番組ホームページから送ってきてくださいホームページには各コーナーの募集内容も掲載中ですのでご覧くださいまた番組の感想は X で「鍋」のくせにをつけてポストしてくださいそれでは来週もこの時間にお会いしましょうお相手は宇都宮ブレックスタイガー渡辺とブレックス後方の小野純一でしたガガオガオ,ガオ